プロ野球阪神タイガースの2軍の本拠地が来シーズンから移転し、今日鳴尾浜球場で最後の公式戦が行われました。1994年に完成したタイガースの2軍の本拠地鳴尾浜球場、来年本拠地が尼崎市に移転するのに伴い、今日最後の公式戦が行われました。寂しいなっていう気持ちはすごいありますね。次の球場でももちろんその応援できることは楽しみにしています。球場には満員のファンが詰めかけ、試合終了後にはタイガース OB の井川圭さんが終球式を行いました。この後、和田豊二軍監督がファンに挨拶しました。30年の歴史に幕を閉じますが、選手たちはこの球場で流した汗を決して忘れることはないでしょう。多くのファンが鳴尾浜球場との別れを惜しんでいました。